はい、今日はミニチュアダックスとペキニーズのミックスが来てくれました。さあ見ていきましょう。これでね、下肢粘膜の色ですとか脱水の評価をしていきます。はい、このライトですね、見ているのは瞳孔のサイズとか反射がしっかりあるかどうかっていうのを見ていきます。これなんでかっていうと、この子痙攣が主訴できてるんですよね。で、病院に来た時にはもう痙攣収まったんですけれども、やっぱりなんで起きちゃったのかっていうのをしっかり神経学的に検査していきます。ちゃんとね、しっかり踏み出せるかどうかですとか、足をしっかり正しい位置につけるかどうかっていうのを見ております。あとは血液検査ですね。で、結構な量をちょっと取りたかったので首で取ることにしました。首の方が実は取りやすいんですよね。で、すごいいい子に取らせてくれたんで、しっかり一発で終えることができました。では血液の結果はこういった形になっておりますね。いくつか問題はあるんですが、基本的には痙攣につながることはなかったです。嘔吐もしてたので注射をしたら、こんな元気に歩いてます。